さあこの後24時日本対クロアチアキックオフ、さあ一体どうなるんでしょうか。で何の、CM かわからないですけどね。今日も始まりました。皆さんよろしくお願いします。12月の5日月曜日、いやーいよいよ今日なんですね。サッカー嫌いではないんだけど、いつもそんなに見るほどの、ファンというわけでもないんですが、さすがにやっぱりね、ワールドカップベスト16ということになってくると、いいんです、ジュン・カビラ、まあ思わずやっぱり見て応援したくなりますよね。とはいえやっぱりね、クロアチアとなるとですね、かなりやっぱりハードルが高くて、強豪中の強豪と言ってもいいチームですからね、まあ勝てると思って見てるとちょっとね残念な結果になることもねあるかもしれないんで、しっかりとですね、覚悟を持って応援しないといけないな、あれまで見ようぜ、感じなんですけども、まあまあサッカーはねいろんな国が、出てまして、やっぱり世界でも有数の人気のスポーツというところでね、話題にはなってるんですけども、まあ、そんな中でも今ねとても話題になってるのがあの VAR ってやつ、ビデオ判定ですね。まあこの間もちょっと話題には出しましたけども、イギリス、イングランドかどっかの元代表選手がまたとんでもないことをね、アベマとフジテレビ系で生中継らしい。小川の春山さん、皆さんこんばんは。ちょっと僕もツイッターでねちょっとつぶやいたんですけども、やっぱりこうヨーロッパの方がこうどうにかして優位に立とうとデコドラみたいでかっこいいです。この風潮がねまだやっぱり続いてる。アジアを格下に見るっていうのがねちょっとやっぱり悲しいところなんですけども、差別をなくそうと言いつつも、やっぱり人種差別というのはねどこの世界にもあるもんで、これは絶対になくならないものじゃないかなと思いますけど、まあスポーツの世界にまでそんなものを持ち込もうとするこのヨーロッパの、考え方っていうのはねやっぱりもう古いデコドラが大好きで、じゃないかなと思います。これもしまた VAR 廃止という動きになってくるとね、じゃあ今度また微妙な時に揉めたらどう言うんだろうっていう、まあいろんな矛盾がねあるんですけども、でも今大会はこのルールで行くということになってるんでね、これに意義を唱えるのはやっぱりちょっとお門違いじゃないかなと思いますけどね、負けは負けとして潔く認めていただきたいなと思います。さあ、まあ、そのサッカーの方はね、今夜また楽しみに待ってる方もねいっぱいいるかと思うんですが、今日はよいしょ、ついにというかですね、新入亭さんがもう1年以上になるんですけどね、制作を続けていましたいすゞの810、春山さん、まあ、皆さんこんばんは、久しぶりに配信来れました、お邪魔します。ものなんですけどね、こちらをですねついに完成ということで、まあ更新はもちろんあるとは思うんですけど、今言うている歌が全国テコドラ祭りのゲームの歌ですということで、まあ、限定にはなってますけど配布が開始されました、まあ、それに伴って、ですね、まあ、関連している仲の良い方とかがスキンを作ってくれたり、また私もですね、サウンドを、まあ、新手さんの方から、作ってくれないかということで依頼をされまして、僕の家が福島県伊達市柳川町です個人情報をばらまいてる人がいるけど大丈夫かな、サウンドをねが欲しいということで制作の依頼をされまして作っております。で、まあサウンドなんてものはね、まあそのなんだろう、いわゆるそのトラックとかデコトラだのモデルを作る場合はその元になるモデルみたいなやつがちゃんとあって、まあそれをどれだけ忠実に再現するかとか、かっこよく作るかとかですね、そういうところがやっぱり、主になってくるんですけど、サウンドとかになってくると結構ね感覚的なところが要素がねあって、でその人によってやっぱ好みが違うんですよね。まあそのマニュアリーとかダブルマフラーで言うと
その叩きがすごいのが好きだとかね、泣きが強いのが好きだとかね、割れるような音がいいとか、重点を響かせた方がいいとかね、やっぱり人によってみんな違うので、これっていうね正解っていうのがもうなかなかないんですけど、もうこれはもう、まあ作る側ね、まあ、今回で言うと私なんですけど、作る側がもう好みでこれはかっこいいでしょっていうのをもう納得して使っていただくしかないんで、そこはね、今回ちょっと作ってみて、皆さん、こんばんは、使ってみてもらってですね、まあ後ほどまたあのアップデートもされるかと思います。私の方のサウンドもね、まあ、ちょっと今回はこのサウンドで行ってみようということで、頑張って作ってみましたんで、よろしくお願いします。さあまずは南さんよろしくですね、チークさんもどうもどうもよろしくです。諸君お疲れ。アベマットフジテレビ系、そうそう、今日フジがね生中継、やると、民放でやるっていうことなんで、ちょっと放送が終了後ちょっと見ましょうかね。まあ時間許す限り、配信もそのまま続けてサッカーを楽しみたいと思います。春山さん、皆さんこんばんは。まあ起きてられるかどうかですけどね、はい。その時は一応 VC にも入る予定にしてますので、入れる方はよろしくですね。時田さんよろしくお願いします。それから渡辺奈々子さんでいいのかな、これは、本人というかお母さんか誰かのアカウントなのかな、あんまりあの個人情報住所とかは出さない方がいいと思うけどね、まあ、何町ぐらいじゃ多分あれだけど、この名前も本名じゃないかなと思うんでね、気をつけてください。桃地田村さんよろしくお願いします。それから徳明希望さんよろしくですね。塩さんもありがとうございます。こんばんは。この後のワールドカップを見ますか。それからヒロさんもお疲れ様です。どうもどうも。ハルキさんもありがとうございます。こんばんは。久しぶり。ネクさんもどうもどうも。久しぶりでございます。はい。ということで、今日はですね、プロジェクトジャパンバージョン 1.0.5。こちらこそありがとうございます。あ、1.0.8。なんでこうって言っちゃったんだろう。1.0.8 のテストバージョンということで、まあ、ほぼほぼこれでもう、完成じゃないかなと思います。あとは、配布に向けて、まあ、ファイルをまとめるっていう感じになると思いますけどね、プロジェクトジャパンでやっていきたいと思います。さあ実はもう見えてるんですよね。よいしょ。ここに今ラーメン食ってますね。ラーメン食ってました。はい、こんな感じですね。暗くて見えないですね。シルエット。あ、いいね。シルエット。かっこええな。いや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 。チプチューはあの追加発注しないといけないんじゃないですかね、南さんも。あ、こんな感じですね。で、この横になんかいる、ね、わらわら。まあ発展もこの。今はね限定配布です。で今のところ一般配布っていうのは予定はないと思うんですけどね。まあでもこんだけね素晴らしい、僕も大人になったらダンプに飲みたいです。モッドなんでね、あのぜひみんなにも持っていただきたいなという思いはありますんでね、どこかで一般公開ということになればねとても嬉しいんですけども、よいしょ。まあとりあえず今の時点ではまだ配布はされないということになっておりますけども、今日はちょっとねこの、姿形をね皆さんに披露して楽しんでいていただきたいなと思います。さーてエンジンをかけていきましょう。一旦音楽は止めちゃいます。おネックさんいらっしゃいませ。僕も大人になったらダンプに乗りたいです。よし、ダンプに、ダンプに乗りましょう乗りましょうね。免許取ってダンプ乗ってください。さあ、エンジンかけるよ。電飾つけますよ。
いい音を。僕は大人になったらダンプの工事のお仕事をしたいです。ねえ、明日マニアさんの、アンドン、龍神丸のアンドンをですね、ちょこっとだけいじって。デコドラが綺麗です。蛍光灯入りにしました。蛍光灯入りでなかったので蛍光灯入れちゃいました。このセルの古るさ感じる回る音。隣にちょっといかついやつがいるんでね、あれですけど、はい、こんな感じですね。で、安全窓も安全窓の上にライトを仕込んでる感じにして。デコドラのキラキラが綺麗ですね。こんばんは。軽くこう照らしてる感じにしてますね、安全窓の中を。ちょっとアクセルを吹かしますよ。明日は福島県伊達市矢沢町で雪が降ります。まあまあええ感じにできたんじゃないかなと思うんですけどね。うん、今回は特にあんまりこうアクセルを踏んでない時と、踏んでる時ですね、踏み込んだ時の叩き、踏み込んだ時にパンパン叩くような感じにしてます。あんまり踏んでない時はちょっとこう低音が効いてて、踏み込むと叩きが、室内見ていきましょう。今回はインテリアのサウンドも全部作ってます。流用してる音もありますけども、作った音もあります。ウインカーレバー、それからウインカーのリレー音ですね。ハザードは810の場合はですね、ハザードはなんかね、ハンドルのちょっと下のあたりにあるスイッチをなんかパチンと入れるタイプみたいなんで、スイッチの音にしてますね。こういう感じですね。こういう感じですね。で、オイルパークは、これはね、ちょっといろいろ種類があって分からなかったんですけど、まあ、オイルパークは、それなりに810の素材探して探してきました。これが解除ですね。で、引いたらこういう感じですね、うん、で、ワイパーですね。まあ、リターダーはないので、このミッションにはちょっとついてないんでね、リターダーの音はないですけど、こんな感じになっております。で、室内での聞こえ方ですね。エンジン音、窓を開けるとまたちょっと聞こえ方がね、変わります。まあ、こんな感じですね、はい。で、時間をちょっと昼間にしちゃいましょう。アンドンもね、電飾もすごく綺麗なんですけど、やっぱりこの箱絵とかをちょっと見たいので、よいしょ、いきますよ。昼間にしちゃいます。10時ぐらいでしたね。10時、眩しい。はい、こういう感じですね。バルス、龍神丸ですね。
映画でね、爆走トラッカー軍団ということで、ジョニー大倉さんが乗ってた、車両になりますね。で、本来この龍神丸のリアルのやつは、まあ概要欄にも書いてますけど、マニマリとかダブルマフラーとかじゃないんですよね。本当にノーマルの V10 のエンジンで、走ってる、映画の中では走ってましたね。で、実写、今歌丸会さんが所有してますけど、こちらの龍神丸、今現在の龍神丸も、ノーマルエンジンということですね。ただ、今回この車両の場合はですね、龍神丸という仕様ももちろんあるんですが、6×4、4×2 トレーラーヘッドもあります。で、ちょっと、後ほどですね、モッドディーラーをですね、すげえなこれちょっとなんか手前の車の方がインパクトがありすぎるんですけど大丈夫ですかねで、今回この龍神丸の後ろのバンパーすごいな、書いてくれましたね、わらわら、アスタマニアニアさんですね。おそらくこう いろんな素材を探してこの龍神丸のを、引っ張ってきたんでしょうけどね、いい感じで描かれております。文字は多分ね書いてるんじゃないかなと思います。車内見るとですね、ちょっとエンジンかけますけど、ギミックですね。今見えなかったかな、こういう感じでうまい具合にですね、ギミックがあるんですね。こういう感じでナビのところが開いちゃいますね。で、さらに異教四軸いいですね。クオリティの高さは相変わらずですな。いや、クオリティ高いよ。あ、ちょっと待って、俺バックカメラがこれついてないな。バックカメラつけないかな。バックカメラがついてないんで、今モニターが真っ暗ですけど、ここにあのバックモニターがあるんですよね。ちょっとつけ忘れてた。で、サイドもですね、このバイザーの部分で、あのリアルのですね、物理ミラーが見えないので、ここにモニターがついてますね。これは実写の龍神丸もついてるみたいですね。はい。こんな感じで。まあ、見やすいよね。ちょうど、なんだっけ、あれ。ダフ新型のね、みたいな感じでミラーがついてます。こんな感じです。モッドディーラーちょっと見に行ってみましょう。トラックディーラー訪問。こういう感じになってますね。4×2 と 6×4。それからノーマル純正の、トラックに、池4軸のトラックに、まあ、龍神丸仕様という感じです。これが、ちょっと、よいしょ。はい、これですね。おお、懐かしいという方もね、多分いるんじゃないかなと思いますけど、昔よく走ってましたよね、こんなのがたくさん。うん、今もほとんど見かけないですね。ただでも現役で走ってる車両はね、あるんじゃないかなと思いますけど。春山さん、皆さん、こんばんは。これがノーマル状態ですね。クラクさん、お疲れ様です。どうも。はい。で、キャビンですね。龍神丸、ワイパークローム。これが、まあ、龍神丸と同じ仕様なので、中身を見ると台車でよく乗りました。こういうところモニターが、ね、タイヤの大きさ違うのね。つくようになってますよね。池四軸ってやつですね。昔よくあったんですよね、これね。このタイプが。それから、エクスクルーシブ、ワイパークローム、ワイパークロームと。でまあ、これは椅子の配置がちょっとね、こうパッと見てわかるように椅子の配置が違ったりする感じですね。で、この状態だとミラーが消えちゃうんでね、これバックモニターこれリアカメラをつけてあげるとメインミラーが選べるようになりますけど、まあ、ここからカスタムを加えていくことになるんですよね。サンバイザーもいろんな種類があります。こういうもう昔のね、一番星についてたような、ものもあります。ちょっとずつ成長していきますね。時代を追ってやっぱりバイザーって大きくなってきてますよね。だんだん大きくなってくる。カブトムシみたいになってきました。で、この辺はちょっと横の飾りとかがね、
あのタイプがちょっとこう違うっていうやつだったりしますね。で、バイザー4。わらわら。これは龍神丸仕様ですね。まあ、フリー用っていうのはちょっといろいろあって、これ説明書を読むと、あの、まあ、いろんな組み合わせができるようにしているやつがフリー用だよということになってますね。龍神丸は龍神丸で、ちょっとだけあの、モデルが違うみたいで。うん。で、これはもうマーカーの色ですね。この中に仕込まれてる、ちょっと電飾つけると、こんな感じですね。ブルーであるとか、うん、ホワイトであるとかね。こんな感じになってますね。これアンドンタイプ。こんな感じですね。いや、すごいな。これがね、ちょっと、俺だけかもしれないけど、後で新入亭さんに報告しとこう。タイプ ABC ってね、これあの、マーカーのパターンが違うはずなんだけど、今ちょっとどれ選んでも同じようになってるので、多分これは、おまかんじゃなけりゃ、ちょっと指定ミスかもしれないですね。はい。このタイプが来て、このタイプが来て、もうかなりね、種類がたくさんあるんで、選ぶのに迷っちゃいますよね。うん。まあ、シートデッキも、おちょっとよいしょ。こういう、まあ、鳥かごってよく言われるタイプですよね。そういったものから、始まって、大体もうデカめのやつが多いんですけど、こういうシンプルなやつもありますね。うん。いやいや、すごいよね。もう箱よりも背が高いっていう。で、龍神丸になると、まあ、マニアさんの入れとくと、スキンもくっついてきますね。うん。ちょっと今、中途半端な組み方になっちゃいますけど。で、ミラーもですね。こういうやつから。すごいね。かっこいいね。龍神丸リレー付きとか。まあ、いろいろ、やっぱ組み合わせはたくさん、当然あります。これノーマル。バンパー。はい、キャデ版。レアラックバンパーですね。当然、アンドもついてます。ラッセル戻し。ラッセルもあるよね。ラッセル戻し、ん?ラッセル、あ、戻しばっかりか、これは。で、龍神丸、ちょこっとね、あの、こじんまりとしてんだよね。うん。で、純正のクロムバンパーに、クロムの延長。で、これはフォグがついてるかついてないか。で、船型バンパー。アンドン各。サッカーに備えて、お風呂入ってきます。一旦抜けます。そうそうそう。サッカーに備えとかんとね。全国テコドラの祭りのゲームと似ているますね。フォアステップ。テコよ。テコトラ祭りのゲームと、まあ、だいぶ違うけどね。クローム。だいぶ違うね。ちょっとなんか組み合わせがすごくなってきたけど、まあまあ勘弁してください。ちょっとこういうのがつくよっていうシリーズを今やってるんで、パネルですね、これからテレビでやるワールドカップを見るんですか、からこうですね。こういう組み合わせもいろいろありますね。よいしょ。匿名さんが突っ込んだね。うん、どうでもいいけど、そうね、デコドラじゃないよね、デコトラですね。そこは間違えて、ちょっとデコトラファンとしては、ちょっと見逃せないミスですね。で、箱部分ですね。で、サイドステップ。デコトラのゲームを頑張ってください。僕も応援しています。こういう感じね。まあ、とにかくいっぱい。で、テールになってくると、今度これがね。これはあの、それぞれ名前が、プレートですね。使
作っていただきました。本当にありがたいことで。はい、テールですね。老眼なので見過ごしたけどテコドラになってますやん、わら。テコドラ、もう違うもの、種類がもう違うよね。もう、テコドラじゃない。全く人の言うこと聞かない人ですな、わら。これ名前、あれじゃない？実は、皆さんこんばんは。いつも失礼してじゃないの？違うのかな？神谷さんどうも。これね、これアップして、これからテレビでワールドカップをやるのでノアールとおつまみを食べます。これちょっとね、しゃがめないんだよね。しゃがめないんだけど。そんなやつは大量にいます。ほらほらほら。LED が、ね。神々さん毎度ですの。めちゃくちゃちゃんとできてるんですよ。めちゃくちゃ細かい。こんなに細かいんだよ。やばいよね。相変わらずこの辺のディテールはまたね、じっくりと時間があれば見ていきたいと思いますので、早速走っていきたいと思います。よいしょ。今日は龍神丸で、配送ができればいいですね。 Oh yeah。 よいしょ。はい、カッパチャンネルさんでいいのかな。ディテール素晴らしいですね。ディテールはやっぱ相変わらずだね。すごいよね。テールに奥行きを感じる。ですね、今吹田にいますので、今日はねちょっとハドカンではなくてノーマルマップになってます。昨日ノーマルでなんか、ちょっととんでもないミスをしてたんで、またね手直しをしましたんでもう早く PJ 出してあげたいですよね。もうセメント、ちょっと近いな、近場ですね。もうちょっと足伸ばしたいですね。ツイッター、大阪、高山、神戸、金沢、徳島。その前に、バックカメラつけようぜ。おお、バックカメラつけないかんね。あ、これぐらいがいいか。うん。四国中央向け KBR。じゃあ、これを目指していきましょう。よいしょ。ちょっと待ってね。ここに、あるのよね。立ち寄っていきましょう。ん？なんだなんだ。よいしょ。あれかな？見えないトレーラー。あれに当たっちゃったのかな？竹槍出っ張り。サービスによって、カメラをつけたい。カメラをつけたい。邪魔しますよ。カメラください。よいしょ。カメラをください。翼をくださいではなく、カメラをください。つけられるのかな、バックカメラ。 OK、 つけられました。これでいいんじゃないのかな。これで室内のつきました。はい、 OK。ハングはあるんですよね。いつもトレーラーで遊んでるからあんまりこう気にしないけど、箱車単車の場合はやっぱ少しこういうとこは気をつけて走らないといけないですね。荷物をね、取りに行きましょう。
エアカットオフもね、音が出るようにしてますので、今回だから相当サウンドっていうか音源を使いましたね。初めて拝見させていただいてます。はい、カッパチャンネルさんでよかったのかな。か、え、違うか、あ、川重チャンネルさんかな。カッパじゃなく川重です。あ、川重、ありがとうございます。ごめんなさいね、すごい、横の方にあるモニターでさっきのチャンネル登録のパッて出たやつ見てたんで、ついついカッパだと、認識してましたね。申し訳ないですね。川重、川中チャンネルさんですね。ありがとうございます。よろしくお願いしますね。よいしょ。カッパちゃん全然違うじゃないですか。カッパと川中じゃあえらい違いですね。皆さんこんばんは、緑の17プロフィアのものです。川村さんじゃないの？違うの？よろしくです。よっこらしょ。緑の17プロフィアって言ったら、あの銃トレに乗ってらっしゃる方と。そうです。ああ、そうなんだ。あ、そういうこと。これは本当にとんでもない間違いを。申し訳ないですね。川茂、遠目で見ると似てますね、わら。いや、そうなんですよ。遠目で見るとね、もう見えちゃったのよ。本当に申し訳ない。川茂チャンネルさん、こんばんは。川茂さんいらっしゃい。読み間違いご勘弁。いやー、よくね、ツイッターで、あの、かっこいい銃トレの勇姿はね、拝見しておりますけども。いやー、ありがとうございます。すごいですね。いつもいつもあのスレスレのところ入って、よく間違われます。よく間違われるんだ。じゃあ悪くない。じゃあオイラは悪くない。よいしょ。これまでね、空になんでめっちゃ軽いんでね、あんまり踏まなくてもいいんですけど。おう、なんてこったい、わら。これ荷を積むとね、結構でしょ。トラックもカッパみたいな色なんで大丈夫でしょう。カッパみたいな色、いい色ですけどね。あの緑は僕は好きですよ。壊れてるのかな。エンジンが止まっちゃいますね。まだぶつけてないのに、あ、さっきのあれ？なんか後ろガスガスってやったやつかな。どこに迎えに行ってんのかな。おうおう、危ねえ危ねえ、行っちゃった。会社どこかちょっと忘れちゃったな。この通り行けばいいんだろうけど。よいしょ。怖いね、怖いね、来ないでよ。
あ、上の箱が、箱の絵がガンガなのかな、多分違うような気がするな。よいしょ。あ、ちょっとボヨミちゃん死んでるな。よいしょ。ねえ、もう今ね、こういう音のトラックで仕事っていうのがね、もうできない時代になっちゃったから、まあイベントで見るか、こうやってゲームで再現させるか、ねえ、そのぐらいしかないですからね。空にで踏むとね、あっという間に加速しちゃうんで、あんまり踏めないんだけど、まあ、荷を積むと坂道なんか結構思いっきり踏めるんで、バタ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 いうのが好きな人はいいかもしれないですね。バタバタ大好きです。お、バタバタ大好き、いいですね。一応サウンドの方は新入亭さんに今渡してます。で、よいしょ、810のユーザーの方はですね、僕は全部把握できてないんで、まあだったらちょっと新入亭さんの方から引っ張ってもらった方が確実に行き渡るかなと思って、とりあえず渡してますので、新入亭さんがね、よければ新入亭さんの方から配っていただくようにしてます。よいしょ、引き受ける。どこ、あ、あそこ、ちょっと一周回った方がいいね、これね。あー、邪魔だこいつ。これ回らないのよ、ほんとね、この曲がらないの、このね、前二軸って、ほんとに。行かないですね。よいしょ。さあ。時計四軸ですもんね。見える？プラスマイナスの線がちゃんとね、こうダブルの電線が再現されてる。恐ろしい。恐ろしすぎる。K。K が細かい。相変わらずだよね。本当にゲームは K が細かい。1年だからね。これ作るのに1年かけてるんで、いやー、それはやっぱすごいよね。いや、もう見てるだけでもなんか、春山さん、皆さんこんばんは。自分も X でモッドを入れて遊んでますよ。さあ、荷物積みましたので一発配送していきましょうかね。はい、多趣味のノブチャンネルさん、
ありがとうございます。こんばんは。よいしょ。さあ、一路、四国中央ですね。KBR 向けになっています。多分これ、ルートは。前輪の位置が背中の後ろにありますからね。よいしょ。道に出れば多分ルートが出ると思うんだけど。よいしょ。出ない感じ、これ。あ、これ、これはやっちゃった感じか、これ。これ、左しか行けないじゃん。こっちから行けってか。こっちからだね。素晴らしい出来栄えですね。いや、本当素晴らしいね。よいしょ。赤だ。あ、あ、信号無視取られた。なんてこった。これ、あ、VAR を導入。これ、超えてないよね、これ。超えてるか。超えてんのかな。 VAR 導入ちょっと判定してもらいたいですね。いやいやいや、取られちゃいましたね。荷物積んでないです。いや、荷物積んだでしょ。まだ荷物を積んでないような。あれ、荷物積んでます。あら、あれ、でも繋いだよね。待て待て、あら、繋いでないっぽいね。あれ、でもここ緑になってる。なんでなんでなんで、ちょっと待って、ちょっと意味がわからないんで、もう一回やりましょう。え、なんで繋いだよね。あ、下ろしちゃったんかな、俺。もしかして。もう一回押しちゃったんだ。そういうことね。もう一回押しちゃったのね。あれ？詰めてないね。あ、下ろしちゃったんだ。F 級で。詰めてるってことよね。ああ、今詰めてる。あ、よかったよかった。ちょっと勘違いしてましたね。あそこにでもなんか出てんだよね。あれなんだろう。 F6、 あれ詰めてない。戻りました。よいしょ。もう一回行ってみよう。緑になって、こうでしょ。多分詰めてます。詰めてるけど、これが出たまんまってことなのかな。積み込めてないよね。あ、ごめん、エンジン止めてなかったわ。はい。そういうことね。そういうことですね。エンジン止めんと詰めんのよね。わらわら。しばらく箱車乗らないとクトある。F9 忘れますよね、わら。なんかすげえイケてきたな。ごめんよ、おっちゃん。俺は悪いわ。いや、箱車、ほんと久々ですね。サウンドのテストもずーっとトレーラーでやってたんで。よし、行くぜー。
そういうとこ出てるじゃんと当たり前だけど。左で踏むとやっぱちょっとスピードすごいな。なりまりこ。踏まないですか？ああ、なりまりこは、そうだね、そういや、もうほとんど何にも入れてないもん、あのプロファイルなんで。バックうまいですね。気持ちがいいぐらい。うるさいのが大好きな方にはぴったりですね。しまった。寄るんじゃなかった。いやー、バックって言ってもねえ、後ろがきっと見えてるからバックできますけどね。踏み込んだ時のパタパタもいいんですけど、巡行に入った時のね、こうちょっと静かな感じのパタパタもね、また悪くないんですよ。あれ、なんか車が多いですね。細かい。何もかもが細かい。恐ろしいぐらいに細かい。これを全部一人で作ってるんですからね。一番星号のサウンドも好きです。うん、一番星もね、シンプルでいいですよね。一番星のサウンドは本当に一番星のいろんな動画からいろんな音を引っ張ってきて作ってるんですから。よいしょーのこらしょーのどっこいしょーと、
OK。ベタ踏みでいきますか。怖い。見えない。あ、怖い。これは怖い。こういう感じですね。ベタで踏むと。まあ、巡航はこんな感じですね。軽くパタパタが聞こえるぐらいですね。これぐらいでいいでしょう。あんまりバタバタ言ってるとね、もう耳障りになっちゃうんで、バタバタ言うのはもう踏んだ時ぐらい。あとはこんな感じで。明日朝早いので離脱させていただきます。運転気をつけてくださいね。はい、ありがとうございます。朝早いということでね、ありがとうございました。おやすみなさい。行きたいんだけどな、入れてくれないんだよね。一瞬ブレーキ踏まれた。煽りだ。デコトラ相手に煽ってくるとは、なんちゅうやっちゃ。ちょっとブレーキを踏む癖は残ってるんだな。伝説みたいですね。あ、そうだ、 BGM 流しましょうね。流しながら行きましょうね。終わっちゃったすみません、起きます。お疲れ様でした。はい、匿名さんもお疲れ様ですね。おやすみなさい。
度違反とか知らん知らん。あっこやね、明石大橋登る時の踏み場が楽しみですね。あそこは多分もう出た踏みじゃないと上がらないんで。見えなくなった時が一番危ないんだよね。こうやって連続でね、見えてる時はいいんですけどね。見えん時のヤバさよ。こう行っちゃったな。また戻ってきそうだね、こいつ。登っとる時のあのパタパタはいいね。相当苦労してあのパタパタは作ったので、ちょっとここがね、なんか低音がうるさいような気もするけど、どうなんかな。まあこんなもんなのかな。まあリアルでこの手のトラックには乗らないというか乗ったこともないので、自分のね、ちっちゃいトラックを DIY マフラーとかそんなぐらいはしてたけど、マニュアリとかね、してたけど、この大きなやつでっていうのはね、ないんで、だいたいどれぐらいの音量なのかとかね、そんなのもよくわからないままやってるんで、
感じですよ。何が起こってんの？何が起こった？何？ちょっと待って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 、何？急にあの、急にこけたよ。ちょっと何が起こった？ちょっと待って、何が、あ、これはもしかしてあれか？いやこれ前もね、提唱16人かなんかであったんだよね。ぶっ飛んだ、わら。あらま。あんまりね、高速で走ってると上下動でなんかコリジョンに当たってしまうってね、あったろあったんだけど、これもそうなのかな。ガサンって音がしてるから多分打ってるというか当たってる感じやね。いや、まあ飛ばしすぎてると多分コリジョンの餌食になるのかな。前提唱16輪であったんだよね、あれ同じことが。距離あれしてもいいかな。音の聞こえる範囲がね、ちょっと狭いかな。ケツが浮いてひっくり返っていました。わら。ちょうど提唱16は引いてるから見てくる。
継承16でね、飛びたいんだったら多分前の車高を下げとくといいかもしれない。とんだ大事故ですね。いやもうエンジン止まるし、でも今ね横転してお腹が見えてましたけど、ちゃんとお腹の中もきれいに作ってますからね、すごいよ。配線のマジか、こんなとこまで配線してる、すげえ。これは今気づいたな。デッキの裏の裏っていうか中、あの配線までしてるとはちょっとびっくりだ、すごい。いや無理無理無理、あの視点は無理だ。これぐらいだったら大丈夫なんだけどね。箱の天井にもありますよね。そうそうそう、箱の天井にもある。なんか壊してる。サイドのあのサイドマーカーの内側とかね、そんなところも、あの FU の時もね、すごくこだわって作ってらっしゃったけど、反射難しい操作が難しい。トレーラーの方がやりやすいな、やっぱ。
低床のやつあるでしょ、あれも確かね引っかかってたはず。うん、ローローだの、そう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 、もしかしたら箱車荷物、荷物用の箱車用のあのリアカーみたいなやつね、さっきあの荷物を接続するとこで後ろに出てたでしょ、僕が間違えて解除しちゃった、あれが当たってるのかもしれないね。ゆめちゃんが死んでる。ダーさんどうも、どうもお疲れ様でございます。よいしょ、ちょっとボヨムちゃん死んでましたね、ごめんなさい。OBS 更新してないのもあると思うんだよね。ちょっと不具合が出たりしてたんで、 OBS の、 あの更新した後に最近棒読みちゃん帰っちゃいますね。そうで、まあちょっとバージョンが落ち着くまで上げる前と思ってね、ずっと保留してますね。
リュウさんの愛車ですよ。中の再現もすごい。ちょっと壊れてますけどね、今アクシデントが起きたんで。いや、止まるな、止まらないで。ここ加速させたいね。ブレーキ踏んじゃうもんな、こいつら。から80キロなってんだ。速度から80にすべきだったね。いやいやいや、止まらないで。こんばんは。前に入られた。24時に備えてフロリダ行ってくるみだ。おいおい、フロリダ行ってらっしゃい。止まらないで。サービス行くまでは。さあ、ここで降りますよ。セミさん、いらっしゃい、こんばんは、どうもどうも。この後は、4×2 が確か車両で納車してたんで、 4×2 でトレーラーを引いてやっていきたいと思います。いや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 、なんかもうほらほら、ファスナー合流しようぜ。ファスナーぶつけてんじゃないよ。何やってんだよ。いや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 、事故った。事故ってますな。ここぞとばっかり入ってくるね。さすがやね。これリアルでもこんな感じやもんね。隙あらば入ってくる。
エポクカードの期限切れる、わらわら。そうそうそう、期限前に更新しないといけない。見えん角度で。なぜ看板で隠す。が出てきた。わらわら。よいしょ。いやーいいね。迫力だね。素晴らしいね。もう着だね。じゃあ到着だ。一瞬切り離しそうになりますね。いけませんね。さあ、第1部は龍神丸ということで。いや、素晴らしいですよ、本当に。まあ、細かいとこ見ていくとキリがないんですけども、本当にね、ネジの一本から、もう丁寧に。さっきひっくり返った時もね、ちゃんと裏が見えましたけども、こんな感じで。作られてますね。すごいな。見えないところまでちゃんと作ってる。いや、すごい。まあ1年以上かけてきてますからね。
これだけのクオリティを出すっていうのも、根気とねえやる気、小学校のあのね、あの石碑じゃないけどさ、根気やる気元気みたいな、もう三拍子揃ってないとできないですよね。まあ本人曰くその途中で何度もね、もうやめちゃおうって思ったらしいですけどね、やっぱこうして最後は完成にこぎつけたってことで、いや素晴らしいですね、本当にこれはすごいですね。美しいモデリング、本当に美しいですよ、うん、溶接ビートもね綺麗にビートも出てます、いい感じでうねうねしてますね。で先ほどちょっと見えてたこの裏配線すごいね、まあ、いつも通りこの重さを気にせずね、もうとにかく作り込めるとこは作り込んでいくっていうこの姿勢ですよ。クロメットもちゃんとすごいな本当に。眺めてるだけで時間が経っちゃうな。ちゃんと補強しないとやっぱね、これ重さ耐えれないよね。すごい。これマフラーはどこに出てんだろう、横出しだよね多分、普通にだいたいノーマルですからね、一本出しですよね。これでこの音が鳴るのは実際おかしいんだけど、まあまあまあゲームということで。よし、細かいな。ちょっと乗り換えますね、トレーラーで次は走ってみたいと思います。こちらですね、まあ音は同じなんでね、別に使い分けてはないので変わり映えしませんよ。よいしょ、これはこんな感じになりますね、トレーラーです。どうしてもねこの龍神丸のパイゼがかっこいいんで、ラッパもついてるんでね、これをどうしても選んじゃうんですけど、アンドンもたくさんねあります、種類が。なので自分で好きなものを作ってつけていくっていう感じになるんでしょう、カーテンもついてますね、こんな感じで。こっちは壊れてないですからね。よし、じゃあちょっと荷物を運んで参りましょう。まあ荷物のモッドっていうのは特に入れてないので、ノーマルのものしか出てこないですけど、その中でも東方が標準でね PJ は入ってるんで、こういう感じで東方ウィングはね運べるので、ちょ
ちょっと距離的にもあんまり長くないものをいきましょう。こちらですね。じゃあチューニングガム豊中から、富山に向けて行ってまいりましょう。どこだ。あ、ちょうどここですね。これじゃないかな。よいしょ。はい。じゃあウィング車引いていきます。似合うね、やっぱウィング似合うね。ちょっと後ろはデコデコはしてないですけど似合いますね。じゃあ2走目ですね、富山向けよろしくお願いします。でこの後は、時間が許す限りワールドカップでちょっと楽しみたいですね。まあ勝っても負けてもね、楽しんで見てる側は応援したいと思います。あまりこっから乗っかったりしないから新鮮だな。行きますよ。40キロだから
手のサウンド系はあれですね、ついついあの音を聞きたいから踏んでしまうんだよね。だから外部視点とかでやってるとめちゃくちゃスピードがいつの間にか出てしまってるんですよね。この AI 車がブレーキ踏むのはなんとかならないのかな。なんか時々ブレーキ踏んでるんだよね。制限速度はずーっと同じなんだけど。わかりますわら。やっぱあるでしょ、どうしても踏んで音を聞いてるうちにめちゃくちゃスピードが出てるっていう、あるあるですね。この辺もなんかちょっとこの間の配信で文句言ってる人がいたな。なんでわざわざこっちをこっち周りで行かせるんだみたいなねことを言ってましたね。道がねえんだからしょうがねえだろって思ったけど、よいしょ。どうもまだこのプロジェクトジャパンのマップに対してその全て再現されてるって思ってる人がごくごくわずかだけどいるんだよね。冷静に考えればそんなわけないでしょっていう。でしょ。それは地元の人が見りゃねえ、ここを通ったかと思えば、あ、もうこんなとこまで来たのかとかね。縮尺でやっぱどうしても省略いっぱいされてるんで、しょうがないところあるんだけど、地元の人が見るとやっぱり、あ、違うなーって。でもまあしょうがないでしょうと。なんて到底ねえ、一つの地域をやるんだったら1分の1すごくいいんだけど、日本もカバーしようと思うと無理だよね。おお、上がれ。なかなか厳しいな。サウンドを作りましたね。こんばんはです。はい、クビフルさんいらっしゃい、こんばんは、ありがとうございます。怖いよね、ここ怖いよね。止まるからね、こうやって。
何やってんの。止まれる。スッと入っていくよ。スッと。気づいた人がいるかどうかわかんないけど、燃料タンクも、桜柄なんですよね。うわー危ないな、これ危ないな。やめといた方がいい。やめとこう。危ない。鱗とね、普通のステンレスと、桜柄っていうのはねあります。すごく綺麗なんで、僕は桜柄を使わせてもらってますけど。初歩的なミスやってた。これは単車ではない。これはトレーラーだ。龍神丸に乗ってる気分だったな。切り方が違いますよね。よいしょ。ずっと帰ってきてからサウンドを調整しながらね、龍神丸でやってたんでダメですね。急にトレーラーになるとぼーっとしてると単車の入り方になっちゃう。これでも本当なんだろうね、身内だけってもったいないね。まあなんかそのうち配布してくれると思うんだけどな。お戻り。はい、翔くん早いね。
新しい場所からここも塞いでますからね。これも迷って中に変なとこ行かないように。トイレに爆弾落としてきまんゆ、わら。おいおい、いってらっしゃい。めっちゃ高速でガシガシ清めてきました、わら。めっちゃ高速で。よし、ちょっと海を渡ろう。早朝かな、向こうは早朝ですね。到着の時は朝、夜が明けるといいけどね。忘れてましたが、カパイジョッキ。おいや、今日乾杯してなくない？乾杯してなくない？今日恐ろしい、恐ろしい事実に今気がついてしまった。よいしょ。ではでは、ちょっと日本のね、勝利を願ってってなりますよね。皆さんお疲れ様です。今週も一週間頑張ってまいりますよ。ではでは、乾杯。今頃ですが、いただきます。はい、バイ。フロントバンパーのリレーもいろいろあるんですね。残念ながら今日はラーメンがありません。そうそう、リレーはね、一応3種類くらい用意されてますね。でも、はっちゃんどうとかあるんでしょ？わらわら。乾杯、コーラ。銀だこありますわら。じゃあ安心だ。銀だこがあるなら安心。そんなスピード出てないんだよね。
いな。ねえ、そうなんだよね。乗れるようになるといいね。ねえ、でもこの間もちょっと新入生さんが嘆いてたけど、やっぱ二次配布されてんだよね。ラグジュアリースカニアっていうやつがあるんですよね。まあそれたまにここ配信でね使ってたんですけど、よいしょ。それをね持ってるはずがない人が持ってて、それを自慢げにツイートしてたんで、よいしょ。あ、新入亭さんもそういうのは気にするからね。だからやっぱね、公開っていうかもう限定になっちゃうんだけど、でも FU なんかはねやっぱり公開してくれて、確か今はもう公開してないと思うんだけどね、多分 1.46 対応したら公開されるかもしれないけど、だからね使う側もやっぱよく考えないと、これぐらいいいだろうと思っていろいろやってるとかえって自分が困ることになっちゃいますね。で結局そういう一部のバカみたいなやつのために煽りを食らうわけよ、他の人たちが。結局は自分の首を絞める二次配布。多分普通の感じなんだろうけど、今ちょっと日本はついてるからね、ついてますからね、何が起こるかわからない。
守りは硬い方だと思うんで、予想 2-1 クロアチア、わら2-1クロアチア、1-0で日本が勝ちと予想しておきます。 1-0 で日本ね、まあ希望はそうだよね、希望としてはやっぱり日本勝ってほしい、もちろんそうなんだけどね。あ、富山だ、危ない危ない危ない、富山駅だった、大和すまん。南さんその予想乗った、わら。クロアチアはでもね、今回は気合入れてくるよ、1ミリの隙も与えないみたいなこと言ってるからね。あの一番端っこのイエローモンキーには負けられんっていうプライドはあるだろうからね、必死で来ると思うよ、クロアチアも。1秒たりともリラックスしないと言ってましたね。ああ、そう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 、実際はそんなことないんだけどね90分フルでリラックスしないって、それは無理でしょ。かっけーな龍神丸。はい、福岡さんいらっしゃい、こんばんは、いつも見てます、ありがとうございます。よいしょ、さあ間も着だね。よいしょ、龍神丸はかっこいいね。違った。間に合うかな、なんとか。ああ、赤だ。VAR 要求します。 VAR、 ほらこれ PSN 超えてねえべ、超えてねえべよ。間もなく選手入場。超えてねえべ、厳しいな。間に合え。残念。しゃ
ション。まあ、まだ大丈夫、大丈夫。これはもしかしてイージーなのか。よいしょ。ん？残念とは何が残念なのかな？間に合わなかった。よいしょ、よいしょ、よいしょ。それでもちゃんとね、バック駐車を選ぶところが偉いでしょ？いや、全然間に合ってるよ、わら。よいしょ。国家斉唱がまだあります、わら。国家斉、そうね、国家斉唱もあるしね。駐車なんて数十秒で終わる、わら。そうなの？はい、オッケーです。いや、かっこいいね。まあ落ち着いてエンディングと。あ、そうか、お歌を歌うんだったね。先に切り離しますね。よいしょ。はい、明るくしちゃいます。よし、はい、ということで今日は、新入亭さんがね、1年以上の時間をかけて制作してきましたいすゞの発展。いや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 、すごいね。うん、まあ龍神丸っていうものがね、作りたくて、手掛けてきたんですけども、当然のごとく、4×2、6×4 と、作ってくれましてね、とてもあのラインナップもパーツもね豊富で楽しい構成になってます。まあ先々でね、一般公開されることを私は、祈っておりますので、まあその時はですね、ぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思います。まあサウンドもですね、まだまだ進化はすると思いますし、スキンもね作っていきたいなと思っておりますのでね、楽しみにという感じですね。はい、ということで、第1部、ユートラのコーナーは終わりたいと思います。このままちょっと休憩を置いてですね、ワールドカップ観戦みんなでやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。この後第2部のワールドカップサッカー、日本対クロアチアの中継をね見ながら、一杯やりたいと思いますのでよろしくお願いします。まあ普通の日なんでね、ちょっと待って、これトップルーフがついてないぞ。ルーフがついてないぞ、これ今頃気づいたから。お疲れ様でございます。この後第2部頑張れ日本。屋根がない、屋根がない、これはこれはダメですね。屋根がない。屋根つけちゃおう。屋根をつけたところで、終わりましょうかね。あぶねえよ。これ、ね、屋根外れちゃうんだよね。いろいろやってるとね。うん。よいしょ。気がつかんやったな。ああ、ほんとついてないね、屋根が。いかんいかん。トップルーフ。トップ。オープンカーですね。オープンカーね。雨の日は乗れないですね、これね。なぜ屋根がないの？よいしょ。よいしょ。どれだ？屋根。これじゃないのかな？この奥にあるやつ。これ。わらわら。この、この。あ、ルームランプだった。トップルーフ、どれだ？あ、どれだ、トップルーフ。ライト、インテリアライト。あ、トップパネル、あったあったあった。風通しを良くしております。よしよし。わら。ちゃんとつけないとね。これクロームとね分かれてるんで、なんかやった時にね表紙で外れたんでしょうね。よくこの寒さの中ね運転してきましたね。よくこらはい、ではここで第1部終わりたいと思います。感染症対策です。後ほど一旦休憩入ります。ありがとうございました。ではでは。屋根が屋根。
ここまでご視聴ありがとうございました。